ロザナコタルクサンフランシスコ。運転手はね、いつも私なんですよ。ご覧ください、この荷物。おパンして。偉そうにこんなに荷物を積んでね、もう思ったらありしない、もうとんでもなんかいきなり混んでるしね。いよいよもうすぐね、レコーディングが始まりますけど、今セットアップが終わって映画からレコーディングだぜ。まだそれ本当に気合入ってるのか、それ気合入ってるわ。こんな感じでおい、なんだよそれ。昔の野沢直子がよく言ってたやつね。おいいいんだよ、こんな感じで。いいんだよ、頑張りまーす。ムカつくんだよそういうの。もうやらないんですかそれ。あとあれも、あ、やってます、やってます。懐かしいの。頑張りまーす。あれもやらないよな。懐かしいんだよ、もう。ヒューヒューヒュー、ドンドンドン、パフ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 。なんかそれ、なんかそういう、そんなことやった記憶がないんだけど。やりまくってたじゃねえか。あれ、野沢さんが考え出したの？わかんない。ヒューヒューヒュー、ドンドンドン、パフパフとか。あ、じゃあね、たぶん私が考えたんだね。おかしいのか。やらないの、あれは。やんないよ。やってくれないんですか。ヒューヒュー、どんどんパフパフ。恥ずかしいから早くやった。全然昔のがパワフルだったな。いいと思ってやってたもんね、だって。へえ、全然記憶にない。もうあの頃なんてやつは全然どんでも覚えてないもん。自分のなんか大阪で自分の冠番組があったらしいの。それも覚えてない。自分でびっくりしちゃった。なんかヘアメイクさんに。なんか、ナオコの、なんとかテレビっていうのなんかやってたらしくて、ナオコのなんとかテレビ以来ですね、とか言われて、え、何の番組ですかそれって言って。Yeah! バカな話してないよ。That's a Jesse, our sound engineer. He's a doctor. What? What? アメリカンジョーク。Yeah.彼は、あれだからね、ああ見えて、イギーポップとかのレコーディングやってるからね。そうですね。ね、結構ね、大物の人とね、一緒にやってる、なんで私たちのことを気に入ってくれてるのか、ちょっとよくわかんないんですけど、ね、一緒にいつもなんか。別に気に入ってないんじゃない気に入ってないのかな仕事仕事。気に入ってない気に入ってない。あなた、土砂降りの雨の中。
東京タワーが鳴っている太く長くああ散らさないでよ意地悪な人今夜愛してあなた来て Come on That works great. Okay. So it's just those spots? Yeah. Let me find the next one. You got it.Ba ba 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 ba. I got it. Yeah, I'm ready. For it. おじおズボン、おばおズボン。いいんだよ、前見てる。前見て運転しろ。渋滞なんだよ、今。渋滞だから、渋滞だから、ちょっとこっち見てる鈴木に今ぶつかるんだから、やめてよ。おい、おい、おばおズボン。じゃあちょっと日本語のね、うん、歌をちょっと1曲作りまして、うん、これがカラオケで流行ればいいななんてこと思ってるんですけど、それのねあなたのコーラスがねもうクリスタルキングで私ちょっとね笑いましたよ。うめえだろ、太く長くあああみたいな、ね、おいそんな音痴じゃねえ。それのどこがクリスタルキングなんだ。太く長くああみたいな。怒られた。こんな感じ。これねもう私は理想だよね。今の人クリスタルキングって分かんないだろうね。うん、まあな北斗の拳だからな。え？クリスタルキング ？You are shark だよ。ああ。あそれもクリスタルキング。そうだよ。ああ。終わるたら今守るためだよ。あそうだそうだ。そういえばそうだ。まあ。まあ、なおちゃんとか大都会だけどね。大都会しか知らないから。ああああああ。もうそこで日本は止まってるから日本の音楽シーンが。おいしいわ。やめろ。3日目です。今日が最終日です。今日はまあレコーディングっていうよりもミキシング作業なんですけど、それ一番大変なんだよね。私おめえ一番何もしないんだ。何もうぼーっと座ってるだけじゃなくて何やってるか全然わかんないもん。もう歌ったからいいんだよ。もう何がロレズを大きくしろだの小さくしろだのそういう話し合いでしょ。あの音痴をどうやって直すかとかそういう。あ、そうだね。今回全然音痴じゃなかったんだよ。はHehehehe
Thank you.